空飛ぶ円盤の誕生。ことの始まりは誕生です。空飛ぶ円盤にもその誕生がありました。その誕生がケネス・アーノルド事件です。ケネス・アーノルド事件とは1947年6月24日にアメリカ合衆国ワシントン州で起こった UFO 遭遇事件です。この事件は現代における UFO 目撃事件の中で最も有名な事件の一つであり、空飛ぶ円盤という呼称が世間に定着するきっかけとなりました。事件の概要を見てみましょう。1947年6月24日、アメリカの実業家ケネス・アーノルドは自家用機でワシントン州上空を飛行中に9個の奇妙な飛行物体を見ました。アーノルドはこれらの物体は非常に高速で飛行しており、水面を滑るように移動する皿のような形状をしていたと証言しました。この事件の影響としては、アーノルドの目撃証言は当時のメディアで大々的に報道されました。その結果、空飛ぶ円盤という言葉が生まれ、 UFO に対する世間の関心が一気に高まりました。その後の事件調査は、アメリカ空軍はアーノルドの目撃証言を調査しましたが、結論として原因不明としました。その後も様々な調査が行われていますが、事件の真相は未だに解明されていません。事件の重要性としては、ケネス・アーノルド事件は現代における UFO 研究の出発点となった事件と言えるでしょう。この事件以降、世界中で数多くの UFO 目撃事件が報告されています。ただ事件に関する疑問があります。アーノルドが目撃した物体は本当に UFO だったのか？アーノルドの証言は真実なのか？アメリカ空軍は事件を隠蔽しようとしたのかなど、これらの疑問に対する答えは未だに誰にもわかりません。この事件よりも有名な事件が同じ年にありました。ロズウェル事件です。この事件は1947年7月にアメリカ合衆国ニューメキシコ州ロズウェル付近で墜落した UFO が米軍によって回収されたとして有名になった事件です。ロズウェル UFO 事件は、ロズウェル付近といってもロズウェルからは 112km 離れていたが、ロズウェル陸軍飛行場が深く関わったためロズウェル事件と呼ばれた。なお、墜落現場は1箇所だと思われていたが、2箇所であった。異星人の1人は生きて捕獲された。年々隠蔽された情報が明らかになっていく。今年はどんな真実が飛び込んでくるやら。